いや今回は中の人の妹がいてくれて本当に助かったよなそうなんだよ中の人が胃腸炎で動けなくなって何もできない状態になってからね体温計とか水枕持ってきてくれたりねっさましいと買いに行ってくれたりさおかゆとかうどん柔らかい食べ物作ってくれたりしたな妹さまさまだったよあと買い物も行ってきてくれたよねウィダーとかスープとかバナナとかね蛍光放水液とか 色々買ってきてきくれたんだよな普段はねちょっと冷たいとこもあるけど本当にピンチの時はねこうやって助けてくれる兄弟の絆を感じたね中の人嬉しさ余って「鬼滅の刃で言う炭治郎とねずこみたいだねって言おうとしてたもんなまあそれ言ってたらまた嫌われてただろうね俺たちからもちゃんと俺れいっとこうぜどうもありがとううんありがとうねはきみつじゅってあげるねまあ現実でも中の人ちゃんと俺言ったからねまあそん時はね なぜかわかんないけど完全にシカトされたけどねそうだな、ねまあ、あのシカトっぷりには笑ったぜまあ、あの感じからするとね多分照れくさかったんだろうね兄弟っていうのはそういうものなのかもしれないねみつおなの人が完全に元気になったら妹になんかお返しあげないとねあ,あ妹はねこういう時毎回決まって言うことがあるんだお金が欲しい いや、生々しいよ。すんごいリアル。もう服とかデザートより、まずお金って言うからね。え、じゃあ中の人が完全に元気になったら、お金をあげるってことうん、まあ、そういうことかな。えっと、了解。わかりました。えー、まあ、とりあえず、本当に看病してくれて、ありがとう。うん、ありがとうね。えっと、1万円ぐらい払いましょう。